はい、皆さんこんばんは、こんにちは、おはようございます。妹と申します。じゃあ今回もね、ペーパーマリオカラースプラッシュパート39やっていきたいと思いますね。前回はね、まあじゃんけんパートのみでやっぱり終わりましたね。そういうフラグ回収が得意ですね、私は。では、今回バイオレット回帰を早速やっていきましょう。さて、ではやっていきましょう。ここのアイテム取れるんで取りましょうか。じゃあ、オッケー。はい、スピンジャンプか、まあいいでしょう。もうここ 100% になりましたからね。行きましょう行きましょう。さて、いよいよ船旅ですよ。バネジャンプかけるに。船旅、船旅、船旅。でもおそらくなんかあれ怪しいですよね。ですよね。あの四角いの怪しいなって思ってたんですよ、編集中に。はい、切り取りですね。で、カードは、一番最初に持ってす。扇風機。オッケー。チュチュに風を受け、おろのみ越えまくり、あよいの海の果て、またこの目指します。おくごはできてるか、あえなしも惜しくない、願いはただ一つ、伝説なりたいな。うん、なんだどうした。船乗りの歌はこれから3番がいいところなのに。船長大変です。船室床に穴が開いて水が入ってっちゃいました。水が入ってっちゃったのか。それは船としてかなりまだ。とにかく水をかき出せ。あ、いやいやさ、とにかく水をかき出します。マリオ、ペンキー、私は見張りで忙しい。潜水においてちょっと様子を見てってくれないか？はーい。入る。あ、マリオさん、様子を見に行ってくださったんですか？ありがとうございます。水はかなり引いたので、もう心配ありません。そうそう、ところで水をかき出したこんなものを見つけました。何？ハンマー、ありがとうございます。何か見つかるかもしれないので、暇な時にでもまた様子を見に行ってくださいね。それでは船長に心配ないとお伝えください。はーい。痛い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 。おお、サンダーあるじゃないですか。絞らせてもらおう。オッケー。もうないね、コンパス。オッケー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 。じゃあ船長に伝えましょう。船長さん、船長さん大丈夫みたいですよ。おお、ご苦労だった。その顔は特に心配ないって顔だな。伝説の船長のお下がりの船だが、ところどころガタガタが、まあなんとかなるだろう。それでは改めて出発、そろそろ迷いの海に着くか。気を引き締めていくぞ。
さあここからいよいよ迷いの海に入るぞ。それでは迷いの海の攻略戦、この船の説明をせ。まずは大砲ドカンと一発ぶた、大きなやって壊せ。大砲に近いで引っ張る弾が打たれ、やってみたまえ。引っ張る、ジゴーン。反対側の大砲も打てるぞ、やってみたまえ。はい、ドカーン。よし、それではいよいよ迷いの海ですから、公開日誌の5日間のペイがチートインとなる。こまめに確認してみてくれ。舵を切って曲がりたい時は一旦港へ帰ったときは操舵士に話しかけるんだ。 OK です。操舵士がいよいよ迷いの海出発だ。何でしたっけ、1日目1日目並び替えして、アイテム、1日目のページ笑っているキノコの後ろを曲がった、後ろ側か。どっちかは分かんないんですね。まあいいでしょう。分かりました。じゃあお願いします。おお、ちゃんと頑張ってんのか。偉いな。話しかけれるのか、今は。笑っている。まだないよね。だな、笑っている、笑って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 る。話しかけろ、話。左に曲がる。取り舵いっぱい。いけたよね。この音は正解ってことか。オッケーオッケー。今度何でしたっけ、70点以上でしたっけ。新しいところに出たね、海から連れてる丸やりは一体何だろう。前進、了解。では前進します。まずこっち側か。 OKOK。オッケー、今度こっち側。オッケーオッケー、早いか。オッケー、遅いか、クソ。当たった当たった、よしよしよし。当たった、オッケー。オッケー、オッケー。おれ、クソ、クソミスったか。クソ、おら。これが来たら、おら、ミスった。おバカ、こっち側じゃない。何点取れた、まだあるか。オッケーオッケー、ほら、オッケー。当たらなかった。いけた、何点。ダメなの。60点か、惜しい。正面に岩がぶつかるぞ、急いで曲がれ。
うわ、なんだこの霧は。なんか出てきましたね。ねじめ兵法か。ねじめ兵法ごときピコハンで殺したるわ。エクセレント。オッケー。はい、パーフェクトボーナス、イエイ。ここはさっきまでいた場所じゃないか。これが迷いの海の恐ろしさか。しかしみんな見てるな、もう一度挑戦するぞ。し、あの20点さえ当たればどうしますか。前進する、お願いします。くそが、60点か、惜しいな。これを超えたあたりで、オッケー。こっちやな、今度。ほら、オッケー、オッケー。畜生、遅いか。そう、オッケー。遅いな。当たったか、よし。ほら、オッケー。こっちか。くそ、遅い、遅いな、やっぱり。くそ、ほら、よっしゃ。くそ、そう、外れたか。まあ、20点当てたのはでかい。なんで、なに。くそ。オッケー。オッケー。これはいっただろう。20点当てたでいっただろう。丸、よっしゃ。何点？ 80 点、よし。やっぱあの20点当てたのがでかかったですね。よしよしよし。まあ平均70点ですから、いい、いい感じですね。あの岩が動いていけるってことね、さっき。オッケー。3日目。今度何でしたっけ？なんか怒っている岩の左でしたっけ？ここはキノコの岩がたくさん育てているので同じに見えるけど、何でしたっけ？怒ったなんかとか言ってましたよね。キノコを怒らせてその後ろを曲がった。また後ろ系か。 OK。さて、もう泥、話しかけれるのか。一緒に登ろう。あー、登れなかった。ぴょん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 。ね、一生懸命働いてるからね。私もね、頑張ってね、行かないと。キノコを怒らせて、前進する。まあ、そんなすぐのキノコではないと思いますが、まあ、わかんないね。そういうフェイントしてくるかもしれないんで、一応当てるようにはしましょう。怒ったやつですね。ドカーン。違うね。ドカーン。違うね。早いか？早いか？くそ！当たらんかった。あれじゃないと思いたいですが。
違う。そろそろかな、これかな、これは当てよう。オッケー、違うか。オッケー、違う。そろそろかな、これかな。当てれんかった。違う。そろそろっぽくね。違うか。違う。あれ？やっぱさっきんとこじゃねえ？殺菌とこやな、やっぱり。くそー、ゲッソーかよ。ゲッソーごときアイアンジャンプでぶっ飛ばしやる。2345。オッケー、オッケー、オッケー。いい。そう、さっきんとこか。外したところか。くそ、また迷ってしまった。もう一度挑戦するぞ。見てるだけで何もキノコのようにじゃんじゃん打ってみるとか。くそ、むずいな。どうしますか。前進ってことはあっち側ですね。もう向こう側じゃないっていうことが分かりましたから。この辺りか。オッケー。4つ目ぐらいでしたっけ。あれじゃない、次ですね多分。おそらく ですね。はい、曲がって右。ギリギリセーフ。遅かったけど。おー、ギリギリセーフ。危ねー。やっぱりあれか、打てない。なんか今度コインがいっぱいありますけど。70コインでしたっけ、これ。何？ 25 でしたっけ。あれ、コイン取りたいな。確か20何枚？ 25 枚以上。コインが道を示してくれる方に曲がれた方がいいってことですね。前進します。お願いします。OK。そう、遅いか。この辺か。 OK。 2枚。OKOK。 OKOKOK。 パウブロックむず。ちくしょう、1枚か。
1枚オッケーオッケーオチ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 取れなかったまあいい。くそ。オチお、なんかコインが出てきました。58コインゲットだ、やったに曲がる。やったコインいっぱい。お、しかもコインの指示通りに行けたよ。おお、いい感じいい感じ。最後のあれ取れたんが大きいですね。おいおい、すごく気が出てったぞ。これまでとはちょっと様子が違うな。ひとまず止まろう。この霧は厄介です。何も見えません。こんな時分からずむやみに動くのは急いだ。うーむ、どっちの方向へ進むべきか。引っ張れるか、引っ張ろう。おりゃおりゃ、うん、うん、なんか割れましたけど。入る。あ、マリオさん、ようやくアナウンサーに恋人らしいんです。ところで先週でアナウンサーがいたからこんなものを見つけたんです。船につける部品みたい。伝説の人が使って早速取り付けてみますね。ありがとうございます。ハートか、ハートいっぱいあるしな。マリオさん、さっき潜水見た部品を取り付けてみましたよ。ぴったりはまったので位置は合っているとなんかボロっちいですね。これさ、切り取りじゃねえ、うまいとこ立ってですよね。はいはい、来ました。チョキ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 。で、これコンパスですよね。なんかハリーの指し示す方向って言って、で、コンパス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 、コンパス当たった。はい、オッケー。来ましたよ、コンパス。おう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 。コンパスが進む方向を指し示してくれた。霧も晴れたぞ。うお、しかもその先には、リトルペンキスターだ。しかもちょうどいい高さに。やった、迷いの海を越えたぞ。私たちは伝説に一歩近づいた。マリオとペンキーもペンキスターが見つかってよかったな。さあ、早いとこペンキスター達成された。お宝とはまだまだ先だぞ。そうですね。あ、いただきます。おら、あれ、おれ、コースクリア、イエーイ、やったーやったー。おら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 、やるやる。別にペンキいっぱいあるからな。そんな使ってねえけど、まあいいや、もらおう。オッケー。うん、なんかピーチロイドが落としていきましたね。どうしましょうか。次回のコースもちょっとチラ見しますか。はい、じゃあバイオレット、渦潮とやっていきましょう。渦潮とか、あの渦潮がなんか使うんでしょうか。うん、
船を止めろ。危なかったらもう少しの前のとこだった。なんだこれは、巨大な渦潮じゃないか。これで先に進めないぞ。あ、よく見た、渦潮真ん中にリトルペンキスタンもあるよ。お、すぐそばに島があるじゃないか。ひとまずあの島に上陸してこの渦潮に調査してみよう。キュッて反対曲がってますけど、回ってくるってことかな。なんでついたんかわかんねえけど、まあいいや。よし、島に着いたな。マリオ、私たちは先に上陸して渦潮の調査に向かう。後からゆっくり来るといい。ま、君が来るところにはすでに渦潮の謎を解けているだろうがな。わっはっは。さあ行くぞ、キノピラチ。よーほーほーほー。マリオさん、行ってらっしゃい。この島から出たり私に声をかけて、船長もすぐに戻られます。おー、なんかいい音楽ですね。トゥ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 。おー、ちゃんと塞がっててハートになってると。え、待って、コンパスあるんじゃね。もう一回もう一回もらおうか。ですよね、モーラをまた使うかもしれませんし。いただきます、コンパス。おりゃー、あーざーす。あ、マリオさん、こんな小さな島にまでクッパグランの使いがストロークを襲ってったんです。あ、襲われたショックで桟橋で島の紹介すると私の仕事を忘れてた。ここは渦潮と名前の通り巨大な渦潮が名所です。船が先に進めないです。あの巨大な渦潮どうにかなりませんか。え、あの渦潮どうにか。無理です無理です。なぜあんな巨大な渦潮が発生するの。島の私たちもわからないんですよ。そうか、うーん、色抜けがないかな。残念でした。よし、のこのこも一撃か。デカ釣りジャンプ。濡れてない、オッケー。アイスフラワー。ここに買っていた足が一枚が消えてしまったんです。あ、奇跡が起きて足が突然新たにしないかな。師匠、いきなり足がこうやって壊さず進めないよ。あぶねえ。あ、ここ濡れてないじゃないですか。あぶねえ。また謎解き系か。ここも裏行ってみようと。濡れるとこは塗りましょう。これ何叩けるよ。なんもねえのかーい。うん、びっくりした。うわ、めっちゃおるんですけど、やば。次々ジャンプがなかったっけ。次々ジャンプねえのかい。ファイヤーポイ投げ、アイアンかける2とかにしましょう。オッケー、グッド、ナイス、グレート、エクセレント、
オーラグレートベーン。ワン、ツー、スリー、フォー、ファイブ。はい、ワン、ツー、スリー、フォー、ファイブ。おー、ちょうど、パーフェクトボーナス、イェイ。いきなり出てきて、危ねえやっちゃうの、ほんまに。オッケー、ジャンプカード追跡ジャンプがねえの、あぶない。ねえ、これ取れねえ。この高くいかにすごいものが入ってそうで残念ながら高くて手が届く、あの石の台が来ない手が届くんだけどな。うん、なんかするんでしょう。オッケー、オッケー、なんかいそうだな。あぶね、あぶね、ついついジャンプでと、オッケーオッケー、これは大きいよ。オッケー、ここもか、オッケー、あ、ここか、オッケー。おー、ボロジャンプかける3。失礼しました。失礼しました、くしゃみが止まらなかった。おー、なんかセーブポイントがありますね。あー、キノピオの枝、ここなら渦に何か来てるかもしれないね。オッケー、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 オッケー。でけえな、これ。オッケー。ボロジャンプかける3、オッケー。マリオさん、突然ヨグたちに抑え、なんと色を吸われてしまいました。その結果、私は真っ白になっていたようです。助けていただきありがとうございます。あたりがあちこち色に消せるのもきっとあいつらですが、気をつけてください。あれ、そんなの知ってるよって感じですよね。もしかして色でタウンのような都会はすでにあちこち色抜きしてもっと大変なことになってるか、マリオさんも大変ですね。頑張ってください。私の悩みでそれに加えた小さいもので気にしないでください。ほら、くそ、何これ、何もないの、ほら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 、何もねえのか。じゃあ入りましょうか。お邪魔します。こんにちは。あ、マリオさん、私の色が戻りました。ありがとうございます。襲われたのが一瞬のことで抵抗することもできませんでした。それにしてもこんな遠い島は一体どうされましたか。あの大きな渦諸船で船が先に進め困っているんです。なるほど、そうですか。それでは達成いただく通りにこの島の大事な秘密をします。実はこの渦諸船は 何から何までそっくりな裏の世界があるんですよ。そしてなんとうちの庭にその裏の世界に行く入り口があります。渦潮に関する手がかりが見つかるかもしれません。どうぞお使いください。何から何までそっくりな裏の世界だって。マリオ、その入り口から裏世界に行ってみようよ。インクか、インクか、椅子破壊しちゃった。ごめんね、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 ごめんね。はい、お邪魔しました。セーブポイントがあるな。私は選択されて色抜けしちゃいました。まだ変えてないのでこのままでいます。はい、オッケー。ほら、マリオさん、許可をもらってこの庭にいるってことは裏の世界に行くんですか。誰かが間違えたような厳重に蓋します。その土管が裏世界の入り口で私たちに恐れすぎてとても入る意見。マリオさん、お気をつけて。オッケー。
ね、これ強く引っ張れ。おりゃコルクなんか使うのかな。まあいいや、コルク栓をジェット、中から厄介なものに花にはめて栓をする。じゃあセーブして今回はこの辺りで終わりましょう。次回ね、裏の世界探索していきましょう。はい、ご視聴ありがとうございました。次回もよろしければお願いいたします。失礼いたします。